ということで、もう一本あげますよ、皆さん。ということで、ドン。サワースティッスイッチグミ噛みました。もう一回いきましょう。サワースイッチグミコーラ味わー。はい、ということで、ですね、これちょっと大袋でございます。 100g 入っております。 100g あたりだいたいこれね200円前後だったと思います。はい、じゃ早速いただきましょう。まあそうだね、これね大好きなの、このグミ自体も。はい、これも実は大好きでした。はい、さあいただきます。これねどういう感じになってるかというとね、ちょっと取ってみると、ビョン、あれこれなんか形変わってるな、あれこんなんじゃなかったはず、え、あ、これなんか厚くて変形してますね。もっと弾力あって、もっとスイッチボタンっぽい感じなんですけど、これなんか意外に潰れちゃってますね。うん、ちょっともうちょっと厚みあるはずなんですけど、どうやら店も店舗も厚いせいか、なんか縮んじゃってるっていうか、うん、おかしくなってます。いただきます。おいしい、めちゃうまいっす。うん、すごい美味しい。ほんとこのグミ大好きです。コーラ味なんですけどね、これちょっと口の中に入れた瞬間のちょっと酸っぱみプラスグミの甘いのがマッチして、あのすごいあまりくどく感じないというか、すごい美味しいです。まあ、これは今回はローソンで買いましたけれども、もしかしたらローソン以外、まあスーパー、あとコンビニでもどこでも売ってると思います。よかったらぜひこのスイッチグミ、サワースイッチグミ、よかったら買ってみてください。本日もご視聴ありがとうございました。よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイ。